ついにこの日が来てしまいました。今日は10年間乗ったチャレンジャーを手放します。Welcome to TGM YouTube channel. It's about motorcycles, cars, and road trips. Don't forget to subscribe my channel. Here we go. はいどうも、TGM です。ついにこの日が来てしまいました。今日は10年間乗ったチャレンジャーを手放します。今はね、仕事に向かってるんですけど、今日仕事が終わった後に僕のチャレンジャーを乗ってくれる子に引き渡すことになってます。まあちょっと車じゃないとね、どうしても行けないコストコとかにね、仕事が終わってからちょっと寄るつもりではいるんですけど、その後に車をね引き渡すことになってます。10年間ね、本当いろんなことがありましたね。いろいろ大変な時期も楽しい時期も一緒にね、このチャレンジャーと過ごしてきました。で、次の車、3月の頭にカリフォルニアのロングビーチを船で出発したんですけど、やっと数日前に日本に到着して、今ショップに入って改善作業を進めてもらって、車検をね取る準備をしてもらってます。なので次の車が納車されるのは、だいたいこのビデオが上がってから3週間後ぐらいになると思うんですけど、まあ今日はとりあえず今乗ってるこのチャレンジャーのラストデイですね。まあ、天気が良かったらね良かったんですけど、残念ながら雨で、昨日まで暖かかったのに今日はめちゃくちゃ寒いっていう、そんな天気ですけど、まあでも結構ね、地元が近い子が引き継いで乗ってくれるので、普通に走っててももしかしたらどっかですれ違ったりとか見ることはね、これから先もあるかもしれないのでね、まあ、全然知らないとこの人のもとにね行っちゃうより全然良かったなって思ってます。まあ、インスタグラムとかでも結構買いたいっていうお問い合わせは何件かもらってたんですけど、最終的にはね、近くて、もともと知ってる子だったので、その子にまあ乗ってもらえたらなっていうので引き渡すことにしました。まあ、V6 だけど本当に速いし、車ね重いですけど十分街中で乗るにはパワーもあっていい車ですね。10年間まあノートラブルかな、ほぼノートラブル。発電のパーツが1回にダメになって劣化されたことありましたけど、まあそれはリコールのパーツだったんでね。だからまあこういう車って当たり外れもあると思うんですけど、僕のは本当ノントラブルで、車両的にもねすごい当たりだったのかなと思います。もちろんまめにねメンテナンスとかちゃんと出してたので、そういうのはあると思うんですけど、まあ僕がこのチャレンジャーをね降りた後もその方が引き継いで大事にね乗ってもらえたらなって思いますね。まあそんなわけで、ね、仕事に向かっているので、一旦ビデオはね切りたいと思います。次のオーナーに、私に向かってます。まあ、ちょっと鎌倉の方の駅まで来てもらうことになっているので、今ねピックアップしに一回駅に向かってるんですけど、ちょっと仕事で出てたので、仕事終わって一旦家に戻って全部ね車に積んであるものとかトランクの中とか綺麗にして、今もこの車ね何も乗ってないですけど、で引き渡しに行くっていう感じです。でまあちょっと引き渡し場所は、まあ、一回その子ピックアップして乗せて、でちょっと駐車場止めれるところまで移動して、そこでちゃんとね引き渡したいなと思います。チャレンジャー手放すのは手放すのでちょっと寂しいですけどね。さあそんなわけでもうすぐね駅に到着します。じゃあ一
回ビデオ切ります。お疲れ様、ありがとう。来ちゃったね。ついに駐車場は問題ないですけど、駐車場に行くまでの道は狭くて。なるほどね。鬼クランクで、鬼クランクがあるんだ。やばいよね。じゃあ長さがあるからクランクつらい。つぐみさんのももう港着いたんですか。そう、港着いて今なんかその日本仕様に改善してもらったりとかしてる感じだね。だからまあ車検取ったりで3週間ぐらいかかるみたいだから、はい、4月の10日過ぎぐらいとかなのかな。いや乗って帰るのか。いけるでしょ。まあ最近仕事で結構ちょっと大きめのトラック、うん、ああそっかそっか、運転してる、うん、車には。そうだな。10年目にして。左で、左行こっか。来ちゃったね。助手席こんな感じ。いいね。あ、左なんかこんな感じなんだ。そうそうそう。断層のまままっすぐで。ありがとう、気をつけて。ね、右だね。うん、気をつけて、ありがとう。